日英外相会談、イギリスとアンポリ改革で連携、TPP 加盟も。本日、日英外相会談が行われましたので、簡単に概要をご紹介いたします。まず、茂木外務大臣が会談の冒頭にて、イギリスの EU 離脱後も、日英両国は引き続き自由、民主主義、市場経済、人権の尊重、 法の社会といった基本的価値を共有するグローバルな戦略的パートナーであり、アジアへの関与を拡大しているイギリスとの間で、自由で開かれたインド太平洋の実現に向けた協力を含め、経済、安全保障、防衛、文化等、あらゆる分野で一層、日英関係を強化していきたいと発言がありました。 その後、イギリスの外務大臣から EU 離脱後、日本との関係では政治、経済、安全保障、防衛等を含め、あらゆる分野で今まで以上に関係を強化していきたい、日英は基本的価値を共有する最も重要なパートナーであると発言がありました。さらに、日英の外務大臣は、 自由で開かれたインド太平洋の実現に向け、海洋安全保障等の各分野での協力を強化することを確認しました。また、二国間で新たな経済的パートナーシップを迅速に構築していくことを改めて確認し、すでに事務レベルで 予備的な議論が始まっており、できる限り早期に交渉開始し、妥結することで一致いたしました。また、イギリスの外務大臣から TPP について改めて関心の表明があり、モテギ大臣からイギリスの関心を歓迎し、支援を継続したいと、 発言がありイギリスの外務大臣から日本による支示に対する感謝の意の表明がありましたさらに茂木大臣は EU 離脱を踏まえ科学的根拠に基づく日本産食品などの輸入規制の早期撤廃をイギリスに要望しましたまた北朝鮮情勢について 北朝鮮の完全な非核化に向け、安保理決議の完全な履行を堅持することの重要性を改めて確認。セドリ対策は喫緊の課題であり、引き続き連携していくことで一致しました。また、拉致問題の早期解決について、イギリスの外務大臣の理解と指示を得ました。 さらに東シナ海・南シナ海問題について、日英両国の立場が一致していることを確認し、法の支配に基づく国際秩序の維持のため、引き続き緊密に連携していくことを確認しました。最後に安保理改革について、国連創設75周年を迎える本年。 改革の早期実現に向け、連携を強化していくことで一致しましたとなっておりまして、このイギリスについては、日本企業がヨーロッパの拠点とするため、多額の投資を行っており、2014年から2018年の5年間で、およそ日本からイギリスに12兆円が、 投資されているという事実がございます日本政府にはイギリスとの経済協定を結んでいただきまたイギリス政府には EU との経済協定をできる限り早期に結んでいただきまた安全保障の分野でも日本とイギリスの 関係を強化し、例えば、香港の問題や、現在、中国が侵略を進めている東シナ海、南シナ海において、以前の日英同盟が復活するような形で、さらなる関係強化が進められるように、 日本政府にも、イギリス政府にも、努力していただくよう、お願いいたします。以上になります。ご清聴いただき、ありがとうございました。